亀戸駅から2つ目の踏切を通過する曳舟形の列車。奥の高架橋は JR 越中島支線住宅街の中を通る方面標識の色は日光線系統と同じオレンジ系。亀戸線は東京都墨田区の曳舟駅と江東区の亀戸駅を結ぶ東武鉄道の鉄道路線である。ラインカラーは青色、駅ナンバリングの路線記号は TES。2両編成の電車が曳舟駅亀戸駅間を往復する。平日朝ラッシュ時は3編成を使用し、約7から8分間隔で運行。それ以降及び、土休日は深夜、早朝帯を除いて2編成を使用し、約10分間隔で運行されている。全列車各駅停車であり、通過駅を伴う列車、途中駅始発、終着の区間運転や他路線への直通運転はない。全線でワンマン運転を実施している。駅のプラットホームにホームセンサーが設置されていて、このセンサーを用いて安全確認をしている。ワンマン化されてからは先にワンマン化された台支線と車両運用が共通化されたために、朝ラッシュ時のみ運行される編成が9時台に亀戸駅2番線に留置され、昼過ぎに西新井駅まで回送運行されて13時14分発、大島駅として台支線の運用に入る。通常、曳舟駅では5番線での発着となるが、曳舟駅6時25分発亀戸駅のみ、南栗橋車両管区春日別所から回送で送り込まれるために4番線からの発車となる。東京と埼玉県や群馬県、栃木県を結ぶため1897年に設立された東武鉄道は当初本所としていた起点を東京湾に近い越中島へ延長する計画を立てたが、越中島本所線受管は審査に慎重を要するとしてすぐには免許が下りなかった。そのため日本鉄道海岸線の北千住駅を起点に久喜駅までが1899年8月に東武鉄道最初の区間として開業した。東武鉄道は再び北千住越中島間の敷設願いを途中下大畑から分岐して小梅河原町まで亀戸から分岐して本所までの支線を加えて提出した。免許は1900年6月に下り、その一部として1902年には北千住吾妻橋間が1904年4月5日に亀戸曳舟間が開業した。開業当初、中間駅は天神駅のみであり、非電化で蒸気運転であった。亀戸曳舟開業と同時に、総武鉄道亀戸、両国境間への直通運転を開始し、同日開業した両国境駅に乗り入れた。これにより、東武鉄道の吾妻橋曳舟間は廃止され、亀戸曳舟間が本線各の扱いとなった。亀戸本所間の免許は、総武鉄道に乗り入れたことで不要となり、同年9月に廃止した。その後、乗り入れていた総武鉄道の国有化を機に、ターミナルを吾妻橋駅に戻すことになり、1908年3月に吾妻橋曳舟間が貨物線として再開。1910年3月に吾妻橋駅を浅草駅と改称して、同区間の旅客営業を再開すると、亀戸曳舟間は、支線となった。しかし、国鉄常磐線から北千住駅で連絡運輸を行う両国橋行きの貨物列車は引き続き亀戸線を経由した。一方で、亀戸から越中島までの延伸計画も、敷設予定地の市街化が進み、用地取得が困難になってきたことなどから着手できず、1910年8月に免許が失効した。1911年には、西平井までの延伸に計画を変更したが、免許取得までは至らなかった。さらに、新橋駅までの延伸構想もあった。1926年7月1日、国鉄が総武本線の新小岩駅と常磐線の金町駅を結ぶ貨物専用の短絡線新金線を開通させたことで、国鉄からの貨物列車の直通はすべてなくなり、ローカル線となった。1928年に全線が電化されると駅が多数開業、最大7つの中間駅を抱える路線となったが、第二次世界大戦による空襲で甚大な被害を受け、半数以上の駅が廃止、休止となった。なお、亀戸越中島間は、後に国鉄が総武本線の貨物支線として、亀戸小名木川間を1929年に、小名木川越中島間を1958年に開通させた。戦後は、伊勢崎線沿線の開発に伴い、輸送客が伸びていた。その後1962年5月31日、北越谷駅人形町駅間での伊勢崎線、営団地下鉄日比谷線相互乗り入れ開始により、都心への通勤ルートが大きく変化し、本路線の乗客は減少した。それ以来、特に大きな変化はなかったが、2003年3月19日に、地下鉄、半蔵門線が押上まで延伸開業して、伊勢崎線、日光線との相互直通を始めると同時に、平日、朝間帯の本数削減を中心としたダイヤ改正が行われた。ありがとうございます。